続きまして、投資家目線から見る自然情報開示の重要性といたしまして、国内から東京海上アセットマネジメント様、海外からリーガルジェネラルインベストメントマネジメント様にご講演をいただきます。それでは初めに、国内から東京海上アセットマネジメント ESG 運用グループ、シニアアナリスト、浅野様にご講演をいただきます。お手元に資料2をお配りしておりますので、そちらをご用意ください。 それでは佐野様よろしくお願いいたしますえと。ご紹介いただきました、東京会社アセットマネジメント、佐野と申します。えー、と本日あの、皆様の貴重なお時間いただきまして、誠にありがとうございます、えーと。本日ですね、自然関連情報と企業価値、投資家的対釈というふうに銘打っておりまして、えーまあ、自然関連情報、 投資情報としてどう機能しているのか、まだはその機能していくのかということについて、投資家目線、投資家目線と言ってるんですが、皆さんプロフェッショナルでいらっしゃるんで、素人として、投資家という素人として、この情報というのはどういうふうに見ているのかということに関して、お話しさせていただきたいと思います。まず投資家が注目するサステテナビリティとは なんんてて書いてあるんですけれども、えー、まあサステナビリティ課題というのはその何だろうか、今、多くの投資家がまあ注目しているというふうに言われております。実際、注目されていると思います。えー、まあ本日の,そのテーマでありますところもその自然関連、気候変動、人権、えー、まあこういった情報、なぜあの投資情報として重要であるのか、投資家が着目するのか、まあ、そもそも論で恐縮なんですが、まあ、ここから始めさせていただきたいと思うんですが。 えまあ公害 GHG 排出といったそのサステナビリティ化ですね、これ、教科書的になるんですけれども、企業活動にとっての,その外部性の問題として捉えられるんではないかというふうに思っておりますま。有名ところではまあ公害といったものは、企業として、環境処理,処,処理に関わる費用、これをまあ負担していない、外部に転嫁していると。 いう意味で、えー、費用がまあ外部化している、うん、まあ外部費用が発生しているとそういう状態であるというふうに言えるかと思います。でここのその表にちょっと書かせていただいてるんですがこの外部費用、えー、その多くがですねあの歴史的に見るとまあ社会規範とか観光法制度まあこういうその変化とと,ともにまあ内部費用化されてきたんではないかまあこれがその歴史的経緯なんじゃないかというふうに考えております。 この表で申し上げますと、まあ、奴隷制というその無賃刺激がかつて制度としてあったわけですが、これかつて許されてました。まあ、奴隷制度におきましては、その本来支払われるべき賃金、これがまあ外部費用にされていると。でこのまあご存知、まあ奴隷制も廃止されてますね。ますの。 外部費用化されていた賃金はまあ従業員給与という形で、これ、内部費用になるわけですね。ここの,その表で出,していた出させていただいている児童労働、環境破壊、不平等雇用、これもその原則的にはまあ同じ議論が成立するんじゃないかと、こういうふうに考えた時点で、このサステナビリティ課題っていうのは、CSR だけの問題ではなくて、経済問題になる、それであるがゆえにまあ投資家が注目するんじゃないか。 そんなふうに考えていますでこういう、まあ、サステナビリティにその着目する投資、えー、これは何なんでしょうかという、これもまあ解釈なんですけれども、えーまあ、このサステナビリティをその重視する投資、まあ、外部費用の議論で言いますと、まあ、外部費用の内部化、まあ、これがそのある程度、歴史として普遍的な現象であるというふうに思えば、まあ、これをそのアービトラージュの機会としてその活,用活用する戦略ということが言えるかと思います。 まあ外部費用それ自体、内部化していくときは、企業収益の,その現役要因としてその作用します。で企業さんの側でサステナビリティ課題への取り組み、これが進んで、そういった現役要因の影響を減らせそうだ。まあ、もしくはその逆にビジネスチャンスとしてその活躍、活用することができそうだと、まあ、そういうふうに投資家が思える企業さんの価値、これは上昇するだろう。まあ、そんな価値観、 でその行われる投資、これ、サステナビリティ投資、いえるかと思います。で、今申し上げたのは、競技の ESG 投資ということになるんですが、今ではその公的年金をはじめ、その多くの投資戦略で、このサステナビリティ要素っていうのはその考慮されるスタイル要素になってますので、勢い、こういった要因っていうのは、資産価格への影響というのを強めてるんではないだろうか。この下目のポチにある この気候変動、まあ、GHG 排出ですけどこれを例にとって考えますと、GHG 排出の,その典型的な内部費用化というのは、まあ、将来的な炭素税、もしくはその脱炭素投資、これの,その費用負担がその増えていくというのがまあ考えられる経路ですけれども、正確な発生時期とか金額、これはよくわかりません。ただし、 TCFD とか e f a スのまあサスティナビリティ開示基準、S2 みたいなものを通じて、投資家の認知度はあのこの問題に対して非常に高いです。で、こういう事象、この種の事象というのは、ああ将来、費用化されるという意味で、そのシャドウコストが考えられるだろう、影の費用ですね。で、これをその株価みたいなそのリスク資産価格っていうのは、しばしば先見的に織り込みます。あたかかもそのの費用が発生してるかのようにまあリスク資産は 動くんじゃないかで実際、そんなことが、えー、と起きますかというのを見ていくのが、まあ、このスライド以降なんですけれども GHG の,の排出量というのはう内部炭素化学、まあ、排出圏いいと思うんですけど排出圏化学で表示されてシャドウコストとして外部費用が簡単にイメージされやすいですね。 これ、はの図1のところが、その排出計画の,の円建てとそのユーロ建ての推移なんですけれども、見ていただくと、その2017、8年ぐらいから結構高騰しています。で、この、まあ、額が高騰してますので、この時期から、その日本企業さんに関しても、G1G 排出量の株価影響っていうのは強まってるんじゃないか、まあ、そんな観察をしてます。で、実際、観察をしているのが次のスライドからなんですけれども、まあ、観察方法として、まあ、 利益情報とバリエーション情報、純利益と PBR、これの相関係数を1つ取る、でもう1つ、えー、GHG のシャドウコスト、排出量×排出源価格というので求めましたシャドウコストの影響を見たいので、純利益からそのシャドウコストっていうのを控除した、えー、控除後純利益、それと PBR の相関、この2つをその比較しています。 1>, えー、1の相関係数より2の相関係数の方が高いということであれば、えー、GHG シャドウコスト考慮後のその利益の,方の説明力の方が高いということになりますので、GHG シャドウコストのまあ株価説明力はあり、影響力が強いという結論になるかなと、で実際にこれをその図2というところで、これ、公益の C 社、T 社、まあ、まあ電力ガスさんの例ですね。まあ セクターとしても GHG 排出の,そのマテリアリティのが非常に高いところですので、影響はやっぱり大きいだろうと思います。これ、C 社、T 社ともその赤で示す PBR、バリエーションのグラフっていうのが2017年以降、なんか緑の方に引っ張られているような感じがする。まあ、特にその T 社さんの方はあは緑が落ちてくるにつれて、やっぱり赤も下に引っ張られている感じがすると。で実際、ああ先ほどの相関係数というのを見ても、 え水色より緑の方が大きい、シャドーコスト後純利益の方が PBR におけるその説明力が高いというのがまあ見て取れるかなと、えー、T 社さんに関してはマ、ま、イ、あ、ナス0.223から0.661ですから、全く効かないから、効くにその変化するという変動を示しています。で、同じことをこう他のセクターでもこう見てみましたと。 と,いうところなんですが、これはまああの素材、鉄とか科学の会社さんですけど、公ああ益ほどではないんですけれども、やはりその水色の相関係数があ、あ緑の相関係数が水色よりも大きくなっているというところで、やはりそのシャドウコストの,その説明力はあ,のありそうだと。もう1つ、この次のスライドだと、14はあの輸送用機器とあの機械の会社なんですけれど これまあ相関係数の,その水準自体がまあ違うというのはあるんですがあのやはり方向感としては緑の方がえ赤よりああ緑の方が水色よりも大きくなっているまあ説明力ありというふうに見えるかと思いますで住宅不動産に関しても見てみましたえここでもあの緑と水色の差っていうのはえ結構その交易よりもその効くかもしれないっていうぐらいやっぱり GHG の,の排出量のシャドウコストとしての,そのバリエーションへの影響力は 強いだろうというふううに思いいますというわけで、GHG の,の排出量、バリエーションに与える影響というのは結構その高くなってきていると思っているんですが、えー、ここに示した4社は例外あるかといえます。えー、まあ緑の,そのシャドウコスト控除後の,その純利益というのが結構その下の方にいっている、えー、まあ排出量が大きくて、あのやっぱりその評価上は。 あのシャドウコストが大きいので、純利益よりもずいぶん大きくなるから、赤字になるという構造にあるんですが、赤の PBR の線っていうのは、それなりの,その水準で高く保たれている、緑が大きいにもかかわらず、赤が保たれているういうことで、これを説明しなければいけない、この4社さん、ちょっとしゃべらさせていただいますけど、いわゆるクオリティストックです、企業の,その経営に対するあの評価が高いので。 まあ、プレミアム評価、いろんなその要素でできると思うんですが、これ GHG 縛りでその解釈するということも可能です。アブリデッド・エミッションズ、GHG 削減貢献量に、まあ、鍵があるんじゃないだろうかと思います。まあ、周知のとおり、まあ、削減貢献って、えーまあ、他社の GHG 削,削減への貢献ですので、 そのサステナビリティの課題の,そのビジネスチャンス化という意味ではまあ特にそう製造業さんとかではその意味が高い指標だろうというふうに投資家的にも思っている人間は多いと思うんですけれどもえ意外とこう本格的に時系列で開示されている会社さんというのは少数ですね。でこの4社さんっていうのはそうした少数の例です。投資家から見てこう時系列で信頼に足るそのおーおー後のが これが GHG プロトコル上は、なんていうか、総裁っていうのはできないですけど、企業価値の形成上は GHG の,の削減貢献というのが、こう排出量のマイナスの効果っていうのを打ち消すほど評価されることが起きてるんじゃないか、えー、自閉事業でそれをまああの見るために、そのまず GHG シャドウコスト控除後の純利益、まあ、先ほどの緑の線だったやつです、それと時価総額。 でもう一つ概念として、その GHG シャドウコストを控除した純利益に、GHG 削減貢献のこのシャドウ利益、まあ、削減貢献量をかけるあの排出券価格というので求めてますけど、それを N 倍したものを足したもの、これなぜ,なぜ N 倍かっていうのはなかなか難しいところあるんですけど、それの相関係数をあの検証してます。でこれが、えっ、ー、と、まあ、 この倍率 N というのが結構その恣意的でありまして、GHD の,の貢献者同利益を足したものと、その自我総額の相関係数というのが最大化するように、私が恣意的に定めたと、ちょっとあの実証会計としてはもうご法度なんですけれども、効果があるよということをその示すために、こういうやり方を取ってます。 で結果として4社を見ると、えー、これはまあ機械の B 社と Y 社の例ですけれどもあの水色の線が普通の純利益、えー、で赤が時価総額ですがで緑のほうがその落ちてるんですけど控除、まあえー、後純利益に貢献車同利益の18倍っていうのを足して 紫の線があの割とその時価総額というとの相関性が高い、えー、Y 社もその同じような挙動を示しているというのが見て取れるかと思います。えー、で、O 社と T 社の事例ということであの、これは電気の会社さんですけど、これも GHG ドウコスト五純利益というよりも、貢献シャドウ利益を、まあ、O 社さんであれば25倍。 えー、T 社さんであれば7倍したあその系列というのの,の,その説明力が高くなっている、えーまあ、かなりこの削減貢献というのが何倍というところをその決めるのはかなりこう恣意的なことをやってるんですが、あの開示上はその排出量と削減貢献に比べると、ずいぶん小さいはずの,その削減貢献量というのが、排出量の,そのマイナス効果を打ち消す、もしくはその打ち消してプラスにくるぐらいその評価されることが、株価上は起きている。 まあそんな評価ができるかなというふうに考えております。ここまでがまあ気候変動でのその経験なんですが、えー、まあそれをちょっとそのネイチャー分野でそうどう展開していくのかということをその図示したものがこのスライドになります。これはあの左側にそのイベント右側にその結果として起きた資産市場への,その影響という形で図にしてますけどもクライメートリレーティングの分野気候変動のところだと。 TCFD、IFAS TC の,の基準、排出権価格の成立、あと GHG 排出量とか、アボイドデミッションズを使ったその可視化、これが進むことによって、GHG 排出関連の情報というのが、かなりこう株価、金利の,その決定要素として重要性を上げたと。で、Nature リレイティッドに関してもですね、TNFD、IFAS の,の S3 とか S4、これ公表する見通しですので。 っていうのがあるのと、まあ可視化という意味でも、そのまあ本日をツールであのご紹介いただけてるんですけど、アイバットエンコアなどでその自然関連のシャドウコストっていうのはこう可視化できる方向に向かうと思います。あと、まあ環境省さんに取り組んでいらっしゃる。その自然共生サイトのその oecm のようなその自然資本。これの価値というのもこのメソッドによればあまあ。 ストックかフローかと問題ありますけれども、えーと、シャドー利益はこれ可視化可能です。で、これまだその発展中なんですが、まあ、イギリスとかオーストラリアかと思いますけれども、こう生物多様性クレジット、これもまああのいずれは一般化していくんじゃないだろうか、まあ、C と N であの、相似的な現象が起きてるとすれば、N の方で生物多様性とか生態系関連情報、まあ、これがその金利株価に、その N 影響を与えていくような未来が見えるんじゃないだろうかと、まあ、そういう意味で、そのホットスポットは C から N へというタイトルをつけております。で、えっ、ー、と、ここでその重要であるかなと、投資家としてこう考えますのは、あの可視化だと思ってるんですね。GHG がその排出権かけることの排出量で、あの可変化できたっていうのは、結構これを普及させることの大きな理由だったというふうに思っています。けどあの 企業さんのほうで開示されているそのインプットとアウトプットデータ、これ環境負荷みたいなデータですよね。これに LCA、ライフサイクルアセスメントの,その仲間であるその日本初の枠組み、ライムというのがあるんですけど、これをまあ適用することによって、生態系の影響のシャドウコスト、負のインパクトというのは、なんとか貨幣表示できるということになっています。 えーまあ、CO2 排出とか原材料投入といったそのインプットアウトプットの影響というのを単一的に開表示ができるでそれをその企業財務データと直接比較できるということが可能になるかなと。 なかなかその生物多様性クレジットの市場というのが確立されるまでは、GHG 排出権みたいな形でその根付けというのはできないと思いますので、こういった LCA の手法みたいなものというのは、一つ、企業さんの,その生態系影響というのを図る有力なツールになるのかなと。例えばこんなことをあの弊社、東京クレジア,アセットマネジメントではこう試算を進めています。 いくつかの会社さんについて、インプットアウトプットデータ、信頼性が取れるという会社さんについて、LIME の,の統合化の係数というのをその適用して、生態系シャドウコストというのを実際、試算してます、まだブラッシュアップは必要ですで。これをその営業利益と並べてみる、単位同じですからね、重工業、製鉄、重工業、A 社さんというのは、ちょっと GHG の排出量が大きすぎて、これの評価が大きいので、ちょっと例外的なんですけど。 その他の会社さんに関しても、おおむね無視できるような大きさにはなってないですね。まだそのデータ不十分な中でも、その生態系シャドウコスト、LCA みたいなデータを使うとこんな形でその数値化ができるかなと。で、まあ、分析のその課題としましては、まだその一覧性とか信頼性の高い企業インプットアウトプットデータ、これ自体がないので収集しなきゃいけない。あと、先ほども議論あり 上がりましたそのロケーション情報ですねこれなかなかその単位指標の中だと、その土地の情報、場所の情報をどう反映するか、t n f d 的にはこれ大事なので、これをどう,どうするか、まあ、その他、その水とか土地改変に対するシャドウコストというのがあるんですけど、これはもうコスト側です。あの先ほどの,そのアボイデッド・エミッションズのケースではないんですけど、その価値側っていうのもやっぱりこう大切だというふうに思っていて、その自然資本、まあ、先ほどの OECM みたいな議論ですね。 自然資本の,その生態系サービス価値、シャドー利益ですね、自然のシャドー利益、こちらもその合わせて算定しなければいけない。それが算定されると、こういうその生態系影響への,そのシャドーコストはキャンセルアウトされるかもしれない。これがその気候変動で起きていたこととのまあアナロジーで起こることかなというふうに考えております。ちょうどいただいた時間になったようですので、 まあ、あの質疑応答の時間5分いただいておりますが、えっと、お答えあのさせていただけることは、まあ、こちらであのお答えさせていただいて、あのもしそれでもこう足りないということであれば、あのここに大きく出てますこうあの、連絡先の方までご連絡いただければと思っておりますので、えっと、私からのプレゼントとしては以上になりますね。